見つけた！最高の逸材だ！なんですか急に。変質者か？ナンパか？怪しいものならば容赦はしないぞ。違う、俺はそういうのじゃないって。怪しい人ってみんなそういうのよね。本当に違うんだ。興奮して名乗るのが遅れたけど、俺はこの新聞の記者をやってて。ああ、この新聞か。ギルドにも置いてあったな。知っててくれたか。でね、その新聞にファッションのコーナーがあってさ、ぶしつけで申し訳ないんだけど、この窓カメラで何枚か写真を撮らせてくれないかな。ファッションコーナーの写真？そう、ぜひとも読者モデルに。あなた、なかなか見る目があるじゃない。やっぱりこの麗しい女神のオーラはどんなに隠しても隠しきれないものなのかしら。写真か。まさか恥ずかしいポーズとやらか。そしてそのうちどんどん過激になって、気づいたらあられもない姿を。あ、いや、写真を撮るのはそっちの魔法使いの子だけでいいんだけど。なんだと？時は来た。この開口は世界が選択せし定め。ちょっと、私もダクネスもいるのに、どうしてメグミンだけなのよ。我に秘められし魔力と魅力は隠しきれないようですね。目を覚ませ、メグミン。この男は記者の皮をかぶったケダモノだぞ。メグミンの両親につけ込んでいかがわしい写真を撮ろうとするに違いない。いや、うちは至って普通の新聞ですし。我が禁忌の力を何時も欲するか。いいでしょう。さあ、記者の方、どんなポーズでも言ってください。いやいや、君の思うままでいいよ。最高のおしゃれなポーズで。こうですか。いいね。まるで本物のモデルみたいだ。眼帯も可愛いな。あとはこういうのとか。あ、目線を外してみたい。ああ、最高最高。ファッションも決まってるし、うちのイメージにぴったりだ。はあ、わかりました。このかっこよさが、眼帯は我が魔力を抑える封印なり。いいねいいね、どんどん魅力があふれてるよ。俺も君のファンになりそうだな。メグミンたらノリノリね。いや、そのうちをつんばいにさせてお尻をこちらに突き出させるポーズを要求するはずだ。はい、もう一枚笑顔で。うん、かわいいね。ラストにもう一枚決めポーズでもらえるかい。我が名はメグミン、コウマ族随一の魔法の使い手にしてモデルまで務めるもの。このそばおーい、めぐみ、なんかお前宛に新聞が届いてるぞ。ついに来ましたか。私が載っている新聞を記者に送ってもらったのです。どんな記事になってるのかしら。実は私もまだ現物を見てなくて、ですがきっと素晴らしい記事になっているはず。めぐみ、新聞に載ったのか。それで罪状は何だ。罪を犯したわけではありません。ファッションコーナーを彩る我が勇士、とくと見るがいい。なんだこれ。掲載されてるモデルは皆子供ばかりだな。なになに。アクセルの街で見つけたおしゃれキッズたちのピンナップ永久保存版だって。ま、この私がおしゃれキッズ。なるほど、そういうわけだったのか。ちびっこウィザードのセンス爆裂だってさ。なんたる屈辱。
私、人に求められるってとっても大事なことだと思うの。全然褒められてるように聞こえません。まあそう気を落とすな。注目されたことに変わりはないではないか。うさばらしに一発ぶっ放してきます。カズマ、付き合ってくれますよね。はいはい、仕方ねえな。エグズムロージョン。明らかにいつも以上の威力だな。焼け爆裂、恐るべし。だがひとまずナイス爆裂。このスパ、このスパ。おかえり、めぐみ。急な帰省だね。ただいま戻りました。うん、懐かしい空気。やはり故郷は落ち着きますね。にゃーん。それで、どんな問題を起こして帰ってきたんだい？アクセルの町の近くで爆裂魔法を打ちすぎたせいで、土地の地形が変わっちゃって、爆裂魔法自主令が出たの。なので、しばらくはこの里の近くで爆裂魔法を打ち、ほとぼりが冷めたら、アクセルに戻って爆裂魔法を打とうと思います。そんなことだろうと思った。めぐみんは相変わらずだね。勤勉な性格なもので、数日の間に里の周りをクレーターだらけにしてやりますよ。やめて！族長の娘として、それは見過ごせないから。姉ちゃんお帰り。おお、米っ子、迎えに来てくれたんですね。私が留守の間、元気にしていましたか？うん。姉ちゃん、お腹減った。はいはい、今日はお腹いっぱい食べさせてあげますからね。わーい、いただきます。ショノスケは食べたらダメです。前にも言ったでしょう。でもお腹が空いて。あんまり食べてないの？昨日は捕まえた虫。あたしよ。それはそれは、なかなかのサバイバーだね。ユンユン、例のお土産は？はい、どうぞ、コメコちゃん。これはスモークリザードの肉と新鮮な玉ねぎです。今日の晩御飯はハンバーグでも作りましょう。ハンバーグ！久しぶりのお肉だ、お肉！ユンユンに感謝するのですよ。お金を出したのはユンユンなのですから。ありがとう、ユンユン。お礼なんて別に。でも、もしよければ、私も一緒に夕食を。じゃあまた。また。あ？お礼なんて別に、とか。謙遜するから、最初から一緒に食べようって素直に言えばよかったのに。うん、友達と食べる夕食に憧れてたのに。このそば。なあ、チョムスケも美味しかったですか？ちゃんと玉ねぎ抜きにしておきましたからね。うん、食べ過ぎた。米っ子、食べてすぐ寝たら牛になりますよ。わかってる。でも眠い。仕方ありませんね。すぐ布団を敷きますから。姉ちゃん。何ですか、コメッコ。米っ子、いい子にしてたよ。だから、もっとお家に帰ってきてね。コメッコ、知らない間に寂しい思いをさせていたみたいですね。はい、またすぐ帰ってくると約束しますよ。わーい、よかった。姉ちゃん、おやすみ。おやすみなさい、米っ子。なあ、チョムスケは明日の朝ごはんじゅるり。
明日の朝ごはんは別のものを用意しておきますから、食べちゃダメですよ。このそば、このそば。なんでアクアを置いてきたのに、こんなにアンデッドに絡まれるんだよ。もしかしたら私たちはアクアといつも一緒にいるので、映り画のようなものをまとっているのかもしれません。あいつはこの場にいなくても迷惑かけるのかよ。君、戦いに集中した方がいいよ。敵の中に魔法を使える中級アンデッドが混じっている。私に任せて、ライトオブセイバー。私も撃っていいですか、撃っていいですか。ダメだ、今爆裂魔法なんか撃ったら全員巻き添えになるだろう。確かに外傷はないみたいだな。何かの魔法を食らったように見えたけど、外れてたのか。いや、魔力に乱れがある。これは魔法封じの呪いだね。24時間は魔法が使えないだろう。魔法が使えない？爆裂魔法が打てないってことですか？お預けですか？お預けなんですか？そうなるね。それはそうと、ユンユン、残りの敵を弱らせていこうか。ちょ、私は放置ですか？エクスプロージョン！ああ、何も出ません！そんな！エクスプロージョン！姉ちゃん、うるさい。撃ちたい！撃ちたい！撃ちたい！痛いよ、めぐみ！叩かないで！我慢が辛いのは分かったけど、ユンユンに当たるなよ。お前の様子が気になるからって泊まりに来てくれてるんだぞ。カズマには分からないのです。コウマ族は魔力を溜め込みすぎると禁断症状が起きるんです。また適当なこと。この辛さを耐えられようか。いな、こんなの辛すぎます。今すぐアクアを呼んで呪いを解除してください。いや、私だけでもアクセルの町に帰ります。もう夜だし我慢しろよ。明日の昼には魔法封じが解けて撃てるようになるはずなんだから。何よ、悠長な。そもそも私がこんな体になってしまったのはカズマのせいなのですよ。姉ちゃんの体はカズマの責任？うほほい、妹にあらぬ誤解を抱かせるな。このやりきれない思い、カズマにぶつけます。うっゃー、貧弱なカズマでは抵抗なんてできませんよ。やべ、こら、馬乗りになるな。目が怖い。抵抗しても無駄ですよ。向いてあります、激しく向いてあります。向くって何を？服？それとも別の何か？黙ってください。今の私はたまりにたまって爆発寸前なんです。カズマ、なんとかしてください。ねえ、お前何言ってんの？しかもどこ触ってんだよ。姉ちゃんは欲求不満。カメッカー、そんな言葉どこで覚えたの？うわっ、教育に悪いから見ないで。いやー、カドスマはぁ、はぁ、爆裂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 。え、もしかして魔法使えないと本当に体がおかしくなるの？コウマ族って。はあ、はあ、カズマ、もう我慢できません。わかったよ、もうすぐ24時間だ。里から離れたし、ここなら大丈夫なはずだ。めぐみ、頑張って、もう少しだから。ふむ、昨日呪いを受けたのと同じ時刻、約束の時が来たようだ。めぐみの封印が解ける。来た、来ましたよ。エクスプロージョン。
爆風が、うわー、すごい、いつも以上の威力じゃないか。眼下に広がるは怪人の荒野か。ふぇ、すっきりしました。めぐみ大丈夫です、いつもの魔力切れです。カズマ、おんぶしてください。毎度毎度面倒なやつだな。だけど今日の爆裂魔法は満点だ。ありがとうございます。我慢して我慢して、その果てに打つ爆裂も悪くありません。ナイス爆裂。このスパ、このスパ、誰かと思ったらめぐみんじゃないか。なんだよ変な呼び方して。今日の私は普段とは一味違うの。ほらよく見て、世界一可愛いめぐみんよ。どうしためぐみん、何があった、しっかりしろ。なんでもないわ。それよりもこのポーズ、かわいいでしょ。お前誰だ。俺の知ってるめぐみんはそんなブリックポーズはしない。はもしかしてウィズの店で変なものを買って呪われたのか。だったらアクアに呪いを解いてもらわないと。おとなしく聞いていれば、ずいぶん好き勝手言ってくれるじゃないですか。ちょっとめぐみん、ダメよ、全然ダメ。怒る時も可愛らしく。そんなこと言われましても。なんかめぐみんの様子が変だと思ったが、もしかしてエイリカの差し金か。差し金なんて言い方やめて。これは愛の無知なんだから。う、実は可愛いこそ一番大切なことなのよ。そんなことはありません。かっこいいこそ思考です。かっこいいがあってこそ可愛いが存在できるのです。バカ言わないで。可愛いことは正義なの。私を見ればわかるでしょ。わかりかねます。可愛いが正義だと言うなら、かっこいいは正義にも悪にもなれます。むしろかっこいい悪役は正義です。わけのわからないこと言わないでよ。わけがわからないのはまだ未熟だからですよ。よければエーリカにもかっこよさを指導してあげましょうか。逆よ、私が可愛いをレッスンしてあげるわ。正義にも悪にもなれるなら、可愛く振る舞うこともできるはずよ。ふん、それならこうしましょう。勝負して負けた方が今日一日指導を受けて、それを極めるのです。それでじゃんけんで負けたメグミンがエイリカの可愛いレッスンを受けることになったと。その通りです。言い方気をつけなさい。その通りなの。なんかぎこちないな。だいぶマシになったわね。それじゃあ次は可愛いポーズの練習よ。可愛いポーズ、こうですか。やっぱりぎこちない。こうなったら俺の出番だな。もっと上目遣いで、もう一回だ。カズマが指示するんですか。あら、カズマはアクセルハーツのプロデューサーよ。メグミンよりは可愛さを分かってるわ。そういうことだ。よしメグミン、もじもじしながら俺のことをお兄ちゃんって呼んでおねだりしてみようか。お兄ちゃん、私新しい眼帯が欲しいの。ダメ。どこの世界に眼帯を可愛くねだる妹がいるんだ。そうね、シンプルにクエストの同行をお願いしたら。お兄ちゃん、明日は一緒にクエスト行こうね。ずいぶん可愛くなったじゃない。私の次ぐらいに可愛いわ。私モンスターの群れを討伐したいな。一発でやっつけちゃうんだから。どうお兄ちゃん。おお、やるじゃないか。
ってることは物騒だけど。これで可愛いレッスンはバッチリね。バッチリということはもう終わっていいのですね。ノー！なあおい、どこ行くんだよ。打ちたい。踊れ踊れ炎の神髄、地に失墜せんとする日輪よりも燃え上がれ。天井をことごとく紅蓮に染め上げ、今こそ我が憤懣を世界に示すがいい。崩壊の鐘の音は今こそ高らかに鳴り渡る。すべてを灰にエクスプロージョン。うわ、すごい威力だな。ここ最近で最高の敵じゃないか。ふう、今日は一日慣れないことをしてストレスをたっぷり溜め込んでしまいましたからね。その分威力も大幅に向上です。ストレスって自分で始めた勝負だったんだろう。でもま、格好つけて爆裂魔法打ってる方がめぐみんらしいな。ええ、やっぱりかっこよく爆裂魔法を放つのは最高ですね。かっこいいこそ正義です。あ、本部お願いします。はいはい。さあ、眼前に広がるのは爆裂の道。我がなすべきことはやはり己が道を突き進むことのみ。このそば